はい、行きましょう。縄張りバトル、アドワナモール。プライムシューター使っていきます。さあ、プライム行こうか。いや、デュアルに比べるとこのボテボテ感がね、どうしても若干あるんだけど、まあ、どうせジャンプビーコン使えないんだったら攻撃力の高いプライムの方を使った方が戦いやすいんじゃないかなと思います。待て待て、あぶねえ、ギリ抜けた。どんだけあれよね、リアクションできるかよね。どっから撃ってんだよ、マジで。相打ち？トルネードある。やべ、もう一個奥の方に落としてしまった。うわー、おるよな、やっぱ。そうか、あ、いいじゃん、ここ。よし、やばい、危な。あ、いけ、いくなかった。もうこれだけあれよ、スプラッシュボムとか使いやつが使おうとするとね、いざという時にないの。くそー、やっぱ使うなら使うなりのギアにしといた方がいいんかな。ナイス。あいつ、ほんま、あいっけ、なんだあれ、ザップさんか、ザップさんか。ザップさんやな、ザップさんですよね、ザップさんですか。おっと、いけ、飛べるのかなぁ。非常に際、あ、やばい、やばい、なんか来てる、危な。無理にこっちから行く必要ねえわ。ナイス、よっしゃ、無理無理。よし、チャージはどこ行った？それだけがすげえ怖いんだけど。おるじゃん。あぶね。ザップさんか。さあ、どうな、あ、いけるか？一応飛ぶけど。いけるね。おー、あぶね。ちょっとでも一歩間違えると負けとったな。あー、よかったよかった。よし、最後チャージャーがおらんでくれたきゃよかったね。あー、でもどうなんだろう、デュアルの方がやっぱ調子いいんかな。あ、ちょっともうちょい様子見てみよう。ある程度射程距離あるといいな。デュアルの方がいいかな、どうかな。やっぱこう、すげえ近場で敵を攻めようとするときにさ、もうちょい攻撃力欲しいかなって正直まあ思うのは思うよね、やっぱデュアル使ようって。一回ジャンプしとる間に、パパパパって当てて倒したいのに、攻撃力がないけ、ねえ。あれ多分プライムだったらいけとるだろうなとか、ボールトだったらでいけとっただろうなとか、まあその代わりボールトだったらもう射程距離短すぎて相当立ち回りうまくないとね、難しいんだけど、でもそう考えるとスシコラくらいがものすごいちょうどいいんだろうねとは思う。確かに実際使ってみて使いにくいとかは一切ないけどね。よっしゃ、まあ
まあまあ、でもクライムもちょっと練習しとこう。クライムもね、相当いい武器ではあると思う。若干ボテボテ感はあるけど、まあ言うほどでもないですね。おお、待て、ああ気づいてたのか。じゃあ、こっち塗る？塗るね。こっちは？こっちも。だか。かあ。ナイス。ああ、ジャンプビーコン助かるわ。非常に助かる。この時間がね。接客できるっていうのは相当熱い。ちょうど届かん。上がってこねえ。危ない。やばい。くっそ。でもここだな。ジャンプビーコン。やっぱジャンプビーコンあると早いよな。あー、勝ったね。勝ったけど。パデュアルスイーパーカスタムがベストか。あれ使い続けても別にいいのはいいんだけどね。全然。よし。じゃあ終わりますか。はい、ありがとうございます。